ちょっと今はこんばんは。あ、なんか待って、間違えてる。泉ちゃん待ってたよの、何これ、すごい、何これ、お城みたいな。ありがとうございます。あ、待って、あ、お花もありがとうございます。練習しに来てます。そうです、そうです。今日は M のね、練習をしてます。来週の恋とつ応募しました。やったー、16日あの M 公演出るので、ぜひ。15のお昼当たった。そう、15日もいるんですね、私。ぜひ、さくちゃんとあやぴーイベント始まった。そうなの、頑張れみんな。そう、みうちが出るやつ一緒に出ます。きょうふみさん、ハートありがとうございます。15当たったのでいます。おお、待ってます。さぎのみきさん、お花ありがとうございます。 M 公演応募したよ、やったー、元気です。みうちとみひどっちも振りたい、どっちも振ってください、お願いします。元気です。風は風なんですけど、まあ元気です、大丈夫。風なのは風なんですけど。あべべさん、お花ありがとうございます。焼き鳥先生さん、ハートありがとうございます。 M 公演まだまだ慣れてはないですよ、全然緊張する。お肉食べたい。 え、めっちゃお腹空いてんの、今ポテト買いに行くか迷ってんねんな。めっちゃお腹空いてるねんけど、どうしよう。ここの子浮気会を集結してたのに、みんなして夜公園入れなかった。昨日と今日のメールが同じだと思ったら、あ、遅れてました。昨日写真なんかそう間違えた方添付しちゃった。昨日は締め切り時間を2時間ぐらい、2時間どころじゃない、3時間ぐらい過ぎてるのに間違えて送っちゃって。焼き鳥先生さん、かわいい、ありがとうございます。で、謝ったんですよ、マネージャーさんに。間違えて送っちゃいましたって言って、すいませんって言って、だから今日届く予定のやつが昨日届いてます、多分昨日の夜中。マジで布団の中で写真違ったよ。同じのさっきまた来たよ。そう、そうなの。どうしようって思ってるけど、まあ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 、そう、日付と画像だけ違ってた。そうやんな。違うな、あげます。あげるじゃないわ、送ります。なおさん、かわいい、ありがとうございます。なおさん、ゴーゴー、ありがとうございます。そう、いや、なんかさ、明日送ろうと思ってさ、もう豆かく書いてさ、寝ようとしたらさ、間違えていつもの癖で送っちゃって。ゆうみさんにお誕生日おめでとうは送ってないんですね。リプはね、あんまりしないんですよ、私。おめでとうございますって思ってます。次会った時に言います。15日みひなに浮気しに行ってもいい？いいよ。待ってます。15日、昼夜ですね。メール
より直接言いたい派。そうなんですよ、そうなのよ。うわー、え、めっちゃお腹空いてんけど、今日の夜ご飯なんやろ。次の恋と恋凸どっちがおすすめ？恋凸かな。恋凸は本番の本番で最後かもしれへんから。山田さん、お花ありがとうございます。蜜はねまだ多分あるんですけど、最後かもしれないからね。恋凸は劇場の冷蔵庫にゆいなさんのお寿司がある。めっちゃお寿司食べたい。生で、お寿司なん今日。めっちゃ羨ましいねんけど、なんで。いつはお寿司出へんから、やから昨日うどんやったんか。あ、初恋凸待ってます。体調大丈夫です。ただの風邪とあの花粉症があれですね、来てますね。お寿司余ってると思うけど、さすがにそれだけもらいに行くのハードル高い。リサもお寿司食べたらしいよ。リサは今日ね公園出てるから頑張れ。B2 お寿司でこの前の B2 夜公演モニカンでみんなコールしてました。嬉しい。でもねちょっとね、劇場にはどうせ行かないといけないんですよ。だからまあ、お寿司もらうのはさすがに普通になんか多分なんか買いに行きます。わからないけどね。いやーでもなー、もういいよ、何も考えへん。りさちゃんさっき英単語で勉強してた。うおすげー。ラーメン食べたい、ほんまに、ほんまにほんまにラーメン食べたい。さかたんもお寿司全部食べないので残してたよって。みさきちゃん食べれへんねよ。いいな、お寿司あったら別に2個ぐらい食べんで、いつもお寿司出てほしいな。なんか一回お寿司とうどん半分半分で出たから、それそのシステムちょっと導入してほしい。ちかしげさん、やすげさん、そのシステムがいいの。お寿司食べたいもん、お寿司食べたいよ。なおさん、うま、ありがとうございます。ゴーゴー、ありがとうございます。ちょっとみんなほんまに、なにお腹お腹すいた。ミオチと一緒に体中の頃からもらえるよ。ミオチと一緒にお寿司食べに行ったことあるんですよ。でもこの前はま寿司行った。美味しかった。今日の今日の夜ご飯スシローにしよう。めっちゃ影響されてるやん。でもナンバラもお寿司やったらやったから、 N ともナンバラまたぎしよう。そのために M はお寿司出へんのかな。3皿以上食べてた。なんか4皿ぐらい食べてた。めっちゃ食べへん。みうちとねご飯行ったら絶対みうち遅いんですよ、食べるのが。だからみうち今日来へんかな。来そうな予感してるんですよ、身内が今日練習しに。予感はしてる、ちょっと感じるよ、その身内
レーダーが。ダメ元で希望出してみたら。確かに寄ってみよう。お寿司日高浩二さん待ってたよ、ありがとうございます。浮気界隈で3人のモニターでみんなのこと見て楽しみました。でモニターで見られるのって恥ずかしいよな。ありがとうございます。今度お弁当をお寿司にしてもらって食べれないのはミヒーに。え、そう、それがいい。食べれへんかったらみんなもらう。エマは昔ミライさんが お寿司頼みすぎてお寿司禁止になった。そうなん？知らんかった。お寿司率高いけどお寿司の時に公園入ってるかもね。うん、確かに。だってお寿司、いやお寿司な少ないねんな。 B2 もお寿司食べたい。アイピュー、うどんのわかめしかくれないもんね。そう、うどんも好き。うどんも割とあたりの方、うどん、お寿司、ローストビーフが好き。この3つ。もうこの間すき焼きみたいなの出たんですよ、昼夜の日に。いいの食べなかったんですけど、なんか卵割ってみたいな。変なお寿司は何やろな。変な茶碗蒸しが好き。でもエビも好きやし、マグロも好きやし、ハマチも好き。なんか あのお弁当に入ってるようなあの人気メンバーは大体好きです。あやかちゃんお寿司好きな、好きなんや。茶碗蒸しほんまに好き、一番好き。それは嘘でも一番最初に頼む、とりあえず茶碗蒸し。そう、お寿司の折り目は好きですね。え、じゃあお寿司が食べたい。配信でお寿司食べてるメンバー見たことある。見てるとアナゴ食べないメンバー多い。え、みんなも食べへんかも。いや、食べるかも。あ、食べるわ。卵以外食べる。20皿食べてたもも届いたことある。やば、食べすぎやろ。茶碗蒸し好きはゆうみさんと一緒。いや、そうなんや。さっきしんしんさんが今日のお寿司のマグロ美味しいって言ってた。いいな。今スーパーで買い物してるけど、ミッヒーお寿司お寿司言うから食べたくなってお寿司買って帰ります。みんな今日の夜ご飯お寿司になるんちゃう、この見てる人。え、卵食べれへんねんけど。みんなさ、ああいうお母さんなんかお弁当とかにさ入ってる卵焼き食べれへん。あのその学校とかのさお弁当のやつは食べれるけど、ああいうお弁当の卵食べれへん。甘いやつ食べれへん。手遅れでした。カレーでした。カレーもいいじゃないですか。みんな今日夜ご飯何やろう。そう、甘い卵焼きが苦手なんですよ。だし巻きしか勝たん。今日ね、あのレッスン場に8期生が一人もいなくて寂しいんですよ。みんな公園とかなんかでねいなくて、うん、寂しいんだよ。どうしよう。みおち来そうな予感してるけど来へんのかな。ほな今から8期生になるわ。でもほんまに寂しい。全然いない人が少ない。9期生しかいないんだよ。ポン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 って何。レイポンはねさっきまでいた。寂しい。みおち、でみおちってね大体ねちょっとこの時間ぐらいにね来る。知らんけど来そう。
からちょっと気長に8期生が来るのを待ちたいと思います。最悪寂しすぎたらみよちに LINE します。9期生に人見知りっていうか、あの全員同じ部屋にいるじゃないですか。みんなはもうあのレッスン上で練習してるから、レッスン上では一人なんです。でまあ一人の方がねガンガンに音楽かけてできるからその点はいいんですけど、その渚最高もね練習しないといけないよね。カフェでみんなで話しててもなんでそんなに面白い。ちゃちゃちゃ渚最高楽しみ。え、渚最高めっちゃ楽しいねんけど、いやダンがさ結構暗めやったやん。でも渚最高めっちゃ楽しい、明るいから。どうしてくれる、ちょ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 、ギャグのとこだけみたい。あれマジで毎回何しようってめっちゃ考えてる。 何がおもろいかな。渚最高スワンボートネストマンって絶対楽しい。え、そうもうねこうですよ最後に。渚最高楽しすぎてメンバーと一緒に踊ってた。いや踊ってほしい。なんだか胸がキュンとする。そのどの確かに終盤が明るくなった渚最高なことで。カフェのところの振り説明じゃあちょっと渚最高のね振りカフェでみんなでのね、あのみんなも最初振り見た時はちょっと理解できなかった振りを説明します。何の時間これ。いきます。カー回してフェでみんなで話してでも伝わるこれ。秋鳥先生さんお花ありがとうございます。伝わりますか。助かります。これ回すのがポイントやから。チャ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 。ここでもめっちゃ楽しみね。あの B2 のやつやってないんですけど、あの歌ってるんですけど、ここめっちゃミヒンのギャグは日によって違います。次何しよっかな。昨日はなんか何したっけな。じゃーんじゃじゃんちょ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 そんなに面白い。あ、こうやってやってたわ。中二病してました。で、あーそう思い出した。中二病でなんで中二病に思い出すか分からへんねんけどさ、推しの子見てるんです。私今最新話まで見ました。今日木曜日ってことはさ、ジャンプブラスのさ更新日やん。やばー、やばい。日帰りとか目が離せない。え、そう見ててください見ててくださいね。推しの子見てますか皆さん。いいな、アニメしか見てなかったことはない。そう、推しの子ジャンププラスで無料で読めるからみんな読んでね。のーちゃん、のーちゃんさんお花ありがとうございます。いやネタバレはしない、ネタバレはしないんですけど、いやー本当にね感動したよ。
や、まず漫画で1巻1、2巻2巻持ってるね。で読んでて、でアニメ始まって、アニメで見出して、でアニメ終わって、読んでなんか読まへんとって思って、ずっと月日が経ってたら病院に行った時に、リサマルさん、タコありがとうございます、めっちゃめっちゃいっぱいあのあれが並んでて、漫画がいっぱいあって、推しの子読もうと思って続きから読み始めたんです。いやもうそしたらめっちゃ面白くて、ジャンププラスで全部読みました。いえ、皆さん読んでくださいね。アニメは何巻ぐらい、あれ何巻なんやろ、 6?5? ぐらいかな。いや5、4、4、え、アニメってどこで終わったっけ。アニメってどこで終わった。え、でもなんか5、6ぐらいやった気がするな。あ、うん、そんぐらい、5、6ぐらいやった気するよ。どこで終わったアニメって。ほさん、ハートありがとうございます。新生 B コブできたとこぐらい、あー多分5、6ぐらいじゃない、多分、あーなるほどね。あー思い出した、あのあなたの推しの子にみたいなやつか。もうこっからね、もう展開がドゥルル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 って感じやから、単行本やったらどこぐらいなんやろうな。だから見て、みんなジャンププラスで無料で読めるから見て。まだレンリアのところまでしか読んでません。アニメと一緒やん。この前通学中に読んでたら電車乗り過ごしてしっかり、えへだもんね。M の振り振りをこうやってずっともうにらめっこしながら電車乗ってたら乗り過ごしてました。最近みひなさんにハマりそう、ハマってください、お願いします。ちょっと今激アツ展開に入ってきてるので見てください。東京グール、ちゃ聞いて、東京グール止まってるんじゃないからね。見たけど RE 読んでないだけ、続編読んでないだけ、普通に完結までは見た、だから続編読んでないだけ、14巻までは読んだ、完結まで読んで、そこから RE を読んでないだけ。見てください皆さん、あれは完結って言わん、いや完結とは言わんけど、まあ家から RE が消えたので読めないですね。でも見たかってんけどな、続き。でも RE って長いやん、最終はめっちゃ分厚いやん、だからハードルが高いですわ。ということで、そろそろランキングを読みます。いきます。13位つつみさん、ありがとうございます。12位キンキンさん、ありがとうございます。11位キュピマート3さん、ありがとうございます。10位ワンタンメンさん、ありがとうございます。9位キヨフミさん、ありがとうございます。8位サギノミキさん、ありがとうございます。7位リサマルさん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位龍丸さん、ありがとうございます。4位アベベさん、ありがとうございます。3位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。2位泉ちゃん、ありがとうございます。そして第1位奈緒さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。詳しくても結局おもろかったら読める。いや読むまでのこの読むまでのこのここがさ長いんですよね。
はい、ありがとうございました。体調を大事に。はい、ありがとうございます。え、待って、あ、力丸さんや、ありがとうございます。すいません、力丸さんありがとうございます。はい、ご飯食べます。お腹すいた。10円したい、太陽郎。はい、体調を大事に、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。間違えた。